参加者がいるとは。早速わしが直々に見て回るとしよう。師匠の魅力が一番に決まっておる。今日もオノコをコロコロ転ばすのじゃ。呂布殿の部は圧倒的です。まさにまさに最強の魅力と言ってもいいでしょう。魅力とは異性をとろかす魔性と圧倒的な部。わしはその二つを兼ね備えておるんだな。参加したくてたまらないというお顔ですね。ならばあなたの魅力を発揮してみて。砕け散れ。小少将、今こそ魔性を見せる神に。あんたたち見せ物じゃないんだけど。まあいいわ、みんな私を守って。行くぞ。暗くなきまでに叩き潰す。まさか私は見誤るとは。時は満ちた。良い働きだ。それでこそわしの娘だな。貴様が出てくる。よし、全力でやり合おうか。お前を倒しわしの部を示すとしよう。さすがは鬼神の名を持つ人間よ。だが勝負はわしの勝ちだな。ゼウス殿とあそこまで競り合うとは。呂布殿の強さ、我らの力を示すのだ。なあ、なるぜ。敵将打ち取った。一歩も動くな。さあここからが本番よ。参るぞ。今かなわぬか。ここは引き、体勢を整えよう。まあ、なんという素敵な殿方。ぜひともお近づきになりたい。おお、身を欠くか。娘たちがわしの魅力になびいたようだ。我らの力を示すのだ。なあ、わかるぜ。怖い。万有と反骨は違う。引こう。今は引かねば。さあ娘たち、遠慮なくわしの胸に。あの素敵な軍師様ですね。ぜひ私たちとお話ししませんか。おや、困った。ここは神の顔を立ててほしかった。レレは天下一のカカ様じゃ。その包容力こそ何よりの魅力じゃて。全くもってその通りです。おねね様がいるからこそ俺たちは体を張れる。本体が直々に殴り込みだぜ。おっさん、早い奇襲を頼む。ほう、今度は包容力と知性だな。やはりわしは両方とも持っておるぞ。おや、また競いたくなったのですか。ではまず呂毛殿を知力で出し抜いてみては。観音殿の様子を見るに呂毛殿は密かに別行動をとっているようですね。ならば両方本人を見つけ出し策を阻止しよう。わしの知性を証明するためにな。くっ、なぜお前がここに。まさか奇襲を見抜かれるとは。悪いな両方、わしの知性を示すためにここで倒させてもらうぞ。
ネネ様の忍術ガチで天下無双バネッサ神の力を超飛竜嬉しいこと言ってくれるね。俺の出番だな。だから私頑張っちゃうの。俺の出番だな。俺の出番だな。なんと切り囲まれたな。貨幣で押し返すには奇襲しかあるまい。その知恵頼みにしています。華麗に勝ち両毛殿の魅力を世に示しましょう。頼りにしてますよ。あんたの頭ならどんな苦境も跳ね返せるはずだ。まだまだ学び足りなかったか。ここは引き両毛の策を破ったぞ。わしの方が優れた知恵者というわけだな。キャンメル殿が分かりやすい方でよかったですね。さあ次は包容力ですが。なに、それは簡単だ。奴らの包囲を打ち破ればよい。みんなどんどんやられてるよ。私が出なきゃダメみたいだね。両毛殿は撤退されたようです。残念ですが私たちの負けですね。関連の奴ら下手打ったみたいですね。すまん、これ以上は付き合い切るわ。すまん、あとは頼んだ。これはあれだ、休憩するだけだからな。油断しちゃったかな。あの包囲を打ち破ったのだ。わしの勝ちということでよいな。さて誰が最も魅力があるものか。これで明らかになったのではないか、各家。そうですね。では優勝者は。待て、俺の魅力は父ゼウスをも上回るぞ。アレス殿、この模擬戦は一人では参加できない。推薦人を連れてきてくれるから。問題ない、アテナが推薦人だ。馬鹿らしいとは思ったが、アレスにどうしてもと言われたのでな。俺の出番だな。神の魅力とは推薦。俺はやはり父にはかなわないのか。お前の小僧、仲間を愛用しているリンゴを投げ入れた甲斐があったというものだ。おお、クワの神エリスはヤツだ。随分とまどろっこしい手を使ってくれる。最初はなぜ推薦人という面倒な規則を設けたのかと思ったが、魅力とは一人で宣言するものではない。それを認め支える者がいてこそということだな。ええ、気づいていただけたようで何よりです。よし、うまく進んでいるようだな。